はい、おはようございます。まいちゃん、まいちゃん。今日は何があるかと申しますと、ほら、一夜干し。まあね、ほら、ハエ飛んでますよね。一夜干し、たら一夜干し。お、なかなかいい感じ。ね、イカ。昨日本当はもっとイカ安売りしてたらいっぱい買おうと思ったんだけどね。ちょっとなかったんで、よいしょよいしょと、イカを焼こう、イカを焼こう。イカ焼いて、あとはなんかいろいろと残り物があるんで、それを食えばいいかなというふうな感じがします。これどこ食うんじゃ？イカをどこ食えばいいんじゃ？ね、これでね、イカって、まあ、水分がものすごく多い生き物だから、なんだろう、そのまま焼くともう身が溶けちゃってダメだよね。それと、今日はあと何をやるかというと、お昼以降なんだけれども、これ食べなきゃいけないですね。よしね、これは夜も食べますけれども、冷凍を戻さないといけないですね。これほら、こう固まっちゃった。失敗したね、これね。これもう取れねえんだよ。ちょっと溶けるまで。溶けるまで待つほうがないんで、そのままちょっと置いておきます。イワシはね。それで、あとは何するかというと、このようなものをちょっと、やっつけなきゃいけないですね。これね、クジラの刺身、この間大喜びで買ってきたんだけど、まあね、ちょっと馬刺しとかなんかと同じレベルですよね。ちょっともう焼いちゃうことにしました。すいません、勘弁。これなんか引くあるからね、なんか作りてんだけど、これだけだとちょっと作りようないよね。豚のバラ肉があるから、昨日作った焼き肉があるんで、あの焼き肉と共に食っちゃおうかね。キムチと一緒に漬けやっちゃえばいいよね。焼き肉は違うから。よし、じゃあキムチやります。キムチいきます。キムチいきます。ピピピピ鳴られちゃってますね。ピピ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 。それでキムチでやっつけるときはね、何時間か残ってるお肉とかを一緒にやっつけちゃうんですよ。ほら、これ仕立て直し、これ鶏をちょっと前にやったやつなんだけど、あんま好評でなくて余っちゃってますね。だからこいつなんかも一緒にやっつけちゃえばいいですね。イカも一緒にね、やっつければいいと思いますのでね。イカも一緒にやっつければいいか。なんちゃってね。イカとキムチだろう。それでこれも一緒に、これは別にちょっとやった方がいいね。仕立て直しですね。イカはどうしようかな。塩焼きの方がうめえよな。塩焼きの方がうめえ。これが、ちょっと昨日作って残ってるだけでしょ。キムチでしょ。これが数日前に作って、うん、まだ大丈夫ですでしょ。で、ちょっと今日これを付け足してやって、作っちゃうと、朝のご飯に、キムチ焼き。あんまりゴテゴテと色がないと美味しくないんで、これでね、焼きましょうか。よいしょ。
よいしょ、ね、イカはこれで焼こう。ほら、せっかくさっき洗ったのにまたすぐ使うなんて思っちゃうよね。はい、5分ね。で、こいつらをやるでしょう。それで、味噌汁かなんか作ろうか。味噌汁を作ろうかな。味噌汁はないんで味噌汁しようかね。結構焼くものっていうか、厚揚げやな、薄揚げとかなんか今ないんで、こういう時はね、キャベツですね。キャベツ。キャベツは僕水からやります。ちょっとこの肉とかなんか出しちゃったけど、まだちょっとやる前に味噌汁を合うだね。味噌汁を合う。味噌汁を合うするときはキャベツの上にね、芯の部分が残ってるんで、この芯の部分はね、これはレタスでしょ。キャベツ、比較的芯の部分だけどね。この人たち食べてあげるのってかわいそうでしょ。せっかくこの世に生まれたキャベツ、命をもらったキャベツを食べて死んぜようじゃないかな、皆の衆。誰それキャベツ頭やろうって言うと、ザワークラッシュ、ドイツ人の人です。お、マユちゃんが来ました。これ一応なんかちょっとあんま食いたくないね。キャベツはね、もう入れると本当にキャベツの味になっちゃうんですよね。で、キャベツはね、味噌がうまいんだよね。醤油とかなんかに、なぜか味噌がうまい。マユ、お前揚げたでしょ、なんで食べないんですか。揚げたでしょね、人に取られようと思うとこう、なんかやっぱ取る。もう生命すべてに共通のなんか属性みたいですね。はい、じゃあまいちゃん、キャベツ、やっぱりね、自分が別れた恋人がうんとお金持ちと結婚なんかしたらあれだよね、ちょっと悔しいよね。俺を振ったからあの野郎あんなに不幸になりやがってって言ってやりたいよね。何考えてたか俺は。何にも考えてもさやな。キノコが入ってもちょっとは美味しいんで、キノコ入れちゃおうかな。キノコ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 。キノコノコノコ。お、マルちゃんノコノコ。しめじ食べようかな。しめじってこざ。しめじと、どうだろうね。しめじとキャベツってどうだろうね。枝豆焼きとか入れても美味しいよね、この味噌汁ってね。今もこれでしょ。お、イカがいい匂いだ。もう出来上がったのかもしれないぞ。くるっと丸まってるとね、ちょっとほらヨガのなんか誰かみたいだね。
やっぱ串打っておきゃよかったの、串打っておきゃよかったの、うん、だよね。これよかった。何回かついてきた串です。ここから始めないとダメだね。8チ、まああれは焼けていく串なんでね。8チだと何かあったよね。コニタン1、2、3、4、5分、あと5分だよね。5分間っていうのは、つまりあの部屋をこう温めるのでね、やってる時間なんで、これが割と今度は美味しくなってくるとね。よいしょ、じゃあ行くか。はい、まずはこちらね、牛肉のステーキ。さすが哺乳類だよね。さすが哺乳類だ。お、ボンが出ました。江戸はあれで終わりだね。別にカメラしかったわけじゃないっていうか、まあ、商品の中に含まれてる金額ですけどね。味噌汁オッケーですね。で、こっちにはこれをちょっと見てみましょう。ライ、ライ、買ったの。ちょっと米を今カツオに入ってたから。牛肉のライ炒め。大丈夫？あ、うまそうだ、おい、ほんとうまそうだ。どうしよう。ラー油と醤油と白ワインっていう、なんかちょっとあれだよね。結構凍ってるのに出せるよ。出せねえよ。なんか面白いね。うん、うまい。これはうまい。あ、ラー油って結構いけるね。いつも餃子にかけるラー油みたいなのしか買わないから分かんないんだよね。汁がなくなっちゃったよ。これ汁をソースなくなっちゃった。ちょっと弱火にしなきゃいけなかったな。こんな色はい、あ、もう一回いい。うわお、もういい。
イカ OK で、味噌汁は今味噌入れなきゃいけないね。で、じゃあキムチで、下手直し、キムチで下手直しに入ります。なんか電話が鳴ってましたね。あんまりなんかコメントとかなんか来てました。あんまりいいかな。このバラ肉はね、油をこうふわっと出した。バラ肉がワッといってる間に、もう一つだけ行きますか。ピーマンね。バラ肉をちゃんと火取らないとまずいからね。塩分でやるのちょっと早かったかな。まあいいよ。あんま気にしない。何にも気にしない。どうでもいい。大丈夫。なんとかなるか。料理に失敗はない、ない、ない。もう気持ちがいい。いっちゃいましょう。同じだろ。古いものだけだと温めたのあまりうまくないね。だからちょっとこうやって味を入れちゃいますね。トマトかなんかにちょっと乗せるとね。で、キムチは、水分をかけながら、辛いから、オイスターソースみたいな。という感じで、飛ばさないと。ラリーでしたら、ラリー王国ですけどね。で、こっち側に寄せながら、この人たちは味がついてないですからね。で、みんなの味をもう一回混ぜてみましょう。混ぜるやろ。はい、おしまい。ただ水で、今日はセントトーマスの日ね。朝一発目に聞いた音ってなんかずっと一時鳴ってるよね。朝こういうスープがねあると、味噌スープです。味噌スープがあって、
おいしょ。で、イカが来ましたね。イカは。うまそうじゃん。これ塩干し、あの買ってきたイカそのままやったんだ。なかなかいいですね。で、牛のね、さっきのステーキ。牛じゃない、牛だ、クジラ。クジラステーキに豚のキムチがあって。朝からこれはがっつりだね。いいね、がっつり。だって俺2時から仕事してるからさ、寝てないんだよ今日はまだ。もうこれ食ったら寝るよ俺。それで10時頃来たらプール行ってこようかな。ちょっとね、上手に今仕事が動いてるから、ね、俺は幸せな男さ。はい。ね。ね、トマト。トマトをこの辺からね、入れます。マシンに向かって。で、出来上がったところで取ってあげると、はい、まゆちゃん大喜び。ね、トマト食うとね、血が青くなるっていうけど、まゆちゃんも体がかゆがってるかな。まあいいやね。はい、トマトね。トマトはね、たまに火にかけることもあるけど、今日はかけてない。こっちは奥さん。なこちゃん。なこちゃん。おー、自己ちゃん。上手だろ、俺。パン。これもあれね、藤子ちゃんのものでした。で、これ、あの、昨日の魚ね。できるだけ魚介類も食べるようにしましょうね。これ、ブリのテリテリですね。で、キャベツが乗ると。ほら、見ろ。炭水化物。あ、いかん。いかん、いかん。キャベツ煮立ってたよ。もうダメなの、俺。あ、もう今日ダメだ。帰る。どこに。帰る場所などはないのだよ。ほら、煮立っちゃったよ。何も。あ、まずまってた。使えないし。でもいいか、芯ばっかりだからな、ちょっと煮立ってもいいわな。料理に失敗はないな。わったか。まずかったら、うん、これはあんたの口に合わないだけだよ、ね、はい、ということで今日は土曜日、仕事だ。来週からちょっと大忙しなんで、その準備です。はい、じゃあね。今日泳ぎ行こう。あ、レメも食おう。バイビー。